ボートレース琵琶湖の開設65周年記念 G1 琵琶湖大賞シリーズ、今日は3日目、いよいよ最終の12レース予選競争を迎えます。1、2、3、そして4、5、6コース枠内でしょうか。水面コンディション、今日は途中追い風や強めでした。現在また少し吹いてきました。4メートルほど、波高4、5センチ、気温現在28度。対するまずインコースに1号艇、地元滋賀森田俊介が入ります。2コース2号艇大阪渡辺雄一郎、3コースに3号艇広島山口剛、1、2、3、4コース4号艇大阪田中慎一郎が角一か、5コース5号艇岡山平尾貴則、6コース6号艇香川の片岡正弘です。今日は後半6レース以降、後輩等も目立っておりますが、今日は前半3番山口剛、4番田中、6番片岡が白星を挙げました。特に6番の片岡、今日前半6コースから指して現在ノンストップ3連勝中。この展示タイムも6秒78と最もいいタイムでした。1番森田、まだ白星ありません。さあ、陰線どんなレースとなるのか。進入コース、インコースから1番2番3番ダッシュ、4番5番6番です。第12レース予選競争スタートしました。まず内野3艇がいいスタート、インから1番森田、3コース3番山口剛、5番の平尾も出ていくか。一瞬の一幕押し切るか。1番森田、森田が押し切っていきました。まくってくるのが3番山口剛、刺してくるのが2番の渡辺雄一郎。わずかに1番森田が優勢です。僅差で2番3番ついています。後方6番5番最後4番の田中慎一郎、先頭1番森田俊介から第2ターンマークへ。後ろ2番手は2番の渡辺雄一郎か、あるいは外全速で3番の山口剛か。ちょっと後方2番5番がもつれ合ったか。ここで単独2番手3番山口剛、上位2手、まず1番3番、後ろは2番6番が競り合い、3番手争いです。内川6番の片岡正弘、外2番の渡辺雄一郎牽制して6番2番の3番手争い。6番片岡が優勢に折り返すか。2周の1番からバックに入りました。ここで3番と6番の片岡正弘、上位3艇が1番3番6番、その後は2番5番4番です。単独先頭1番の森田俊介、ようやくこのシリーズ初勝利が見えてまいります。2番手3番山口剛、3番手が6番の片岡正弘、これを2番渡辺一郎、さらに5番の平尾、そして最後4番田中慎一郎が追っています。上位3艇は1番3番6番でほぼ落ち着いてまいりました。ここまで大敗もなかったんですが、まだ1着がなかった地元エース森田俊介、ここは陰線0体の中盤から後半ですか、トップスタートを決めた模様であります。追撃も振り切りまして、1番森田が先頭で最終第2ターンマークへ向かっています。ここは陰線負けられない1番でした。1番森田、しっかりと白星を決めて最終の第2ターンマークとなります。そして2番手以降は接戦から2番手3番山口剛、3番手は途中6番片岡が浮上しまして1、3、6で間もなくゴール。先頭1番森田俊介、5人2番手3番山口剛、3番手6番片岡、その後は5番2番、最後4番田中慎一郎がゴールいたしました。以上、最終12レース予選競争でした。